ありのまま、うん、ありのまま、ありのままそのありま、それ素直な髪の毛とか、まっすぐっていう意味とか、まっすぐか、そう、ストレート、そう、私の髪の毛の反対だね。こんにちは、皆さん、カティキャットです。潜在スタイルとミサトです。こんにちは。今日の日本語を教えてもらいましょう。はい。ボン。素直です。素直、はい、結構よく聞くんだけど。うん、あのアニメも結構出てくる単語、アニメに出てくるっけ、素直に気持ちを伝えましょうみたいな感じ。確かにね、いっぱい意味あるんだよね、日本語の意味でも。1個目がありのままで飾り気のない様、ありのまま、うん、ありのまま、そのありまま、それ2、性質や態度などが穏やかでひねくれてない、これ素直な性格とか、あ、よく言うじゃん。なんだろう、まっすぐな感じ、あ、はい、とてもこうまっすぐで、まあ、ピュアでみたいなイメージかな。でね、もう一個がね、はい、物の形がまっすぐっていう意味もあるの。素直な線とか素直な髪の毛とか、まっすぐっていう意味とか、まっすぐか、そう、ストレート、そう、私の髪の毛の反対だね。あと、まあ、ちょっとこれと似てるんだけど、芸とかに癖がない、素直な字を書くとか、癖がないよっていうのとか、綺麗な beautiful handwriting みたいな感じ、うん、とか、あとね、最後、物事が支障なくすんなり進行する、何にも問題がなくまっすぐ進むよみたいな、うん、今の説明は、うん、調べた単語も全く違うんだけど、全く違うの。なんかここには、うん、obedient、meek、うん、docile、unaffected、 おお、なんか全然違うよな。こっちの方がやっぱり辞書より気持ちで分からなくちゃいけないんだよね。ピュアとクリーンとストレートみたいな感じなんだけど、うん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 、ぴったり合う気はしないかも。あー、なるほど、ニュアンスだけど、そういうふわふわの言葉なのよね。ちょっとふわっとしてる言葉かもしれないですね、はいはいはい、そう、結構アニメとかに出てくるから、うん、素直ってやっぱり何のイメージがあるの？素直っていうのはいいことかな。こう素直になれなくて好きな男の子に反発しちゃうみたいなので多分よく聞かれると思うけど、うん、素直じゃない人っていうのは、あ、なんかさ、嫌いみたいな感じ、そうそう、ツンデレみたいな感じだよ。あ、実は好きだけど嫌いって、うん、素直になれない、なるほど、いるじゃん。それこそアニメでもさ、一人ぐらいさ、うんうん、すごい好きなのにさ、もう好きって言えない子みたいな、言えない言えない、素直になれない、そう、そのそういう感じ、あ、素直になれない、はい、素直になることはでも良いことだとは思うよ。 OK OK、うん、うんうんうん。On that note, I hope you understand the word 素直 a little bit more now. Don't stick so much to the subtitles, because in this case, it is a word that is in the meaning in between many different words. So, be sure to listen to the explanation. I hope it helped you. On that note, there are a couple more videos that we did. Click on the top right of the screen to find maybe the word 素直 in use in one of our videos. Thank you very much for watching. If you have any words that you'd like to learn or any words that you'd like us to explain, then please leave us a commentAnd we might pick it up for a future video. Thank you very much for watching and catch you soon on Ask Japanese! Bye! Bye-bye!